き手ができて動かして、ちゃんと入れ、ちゃんと引き手ができてね、引き手がちゃんと、はい、お疲れ様でした。お大事にしてください。こう迎えに来てんだろ、もう外見てみ、俺も構え、顎に手あげて、しっかり背負いの時は特に前に引っ張り出す。おすごい、袖釣りやっと伝えるんだよ。蹴らない、いや、さっきのあれだって蹴る技なんかないよ。先生、はい、いな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 い、じゃね、はい、お疲れ様でした。うるさい子、考えてね、組み立ても、こっちに崩したからこっちとかちゃんと考えるんだよ。おすげえ、覚えてる、やるからそういうことみんなやって、めんどくさいことが起きて気をつけようって本人が仮病はやめようってなる。あ、気をつけてね。あれ2本目じゃないですか。トモエ投げって言うか、トモエ投げって言ってやれよ。ちゃんと足考えて、途中で止まっちゃったらちゃんと逆の足も使ってね、ひっくり返すんだよ。これが4回目だよ、うん、わ、手がちっちゃいんだよ、背負い投げの。おうちがれ、さっきもやったじゃねえかよ 5本やる中で同じ技を繰り返しちゃダメなんだよ、全部回路したよ。2本目に、2本目にやったよ。やれよ、袖釣りだよ、押し込んでから始めれば1本目で違うじゃん。だから手がちっちゃいんで、もう一回やって、背負い投げ。肘が上がるん。そう。2、3、4。はい、ともえ投げ。相手を突き飛ばして、潜り込んで、回す。光も最後、ともえ投げ。突き飛ばして。背負い、内股、袖釣り、裏落とし、体落とし、止め投げだよ。足が違う。あ、でも倒れたからね。だめ、もう一回やったら足が違う。袖持ってる方の足、だいたい右利きなんだから、そっちの足の方ができるはずなんだよ。回せ、最後まで。横に落としゃいいな。終わります。